駒林博士運、駒林博士運から1935年11月23日は、明治から昭和時代初期の政治家、実業家、衆議院議員、省内藩士、駒林博明の長子として、出羽国田川軍鶴岡大会長に生まれ、1875年8月、古史となる。和漢学を収めた後1879年3月、 三党、準訓道となった後、山形県会初期に転じた。1883年には同県会議員に当選し、1886年条約改正に反対を掲げ上京する。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、1904年の第9回衆議院議員総選挙まで通算5回当選した。 その間、1899年には、県会議長に押され、科目を改修などに尽力。衆議院議員時代には大道クラブを結成し、東北各県の連帯を強め、後自由党から立憲政友会に移った。後年は、実業会に入り、東京工業、明治高裁、大宇どこか取締役などを歴任した。 1920年より東京省内館評議員を務めた。東京で死去。墓所は品川明光寺鶴岡太志俊院。ありがとうございます。